5分でわかる手相占い師が教えるあなたと相性が良い人の特徴5選。今回は手相の観点からあなたと相性の良い人物を見分ける方法を5分で伝授したいと思います。人生とは有限ですから、極力相性の良い人と楽しく仲良く過ごした方が人生のクオリティは上がるでしょう。ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。運命線の類似。運命線とは中指方向に伸びる縦線の総称で、手相の中でも1、2を争う重要な線です。この線の形が自分と相手で似ている場合、物事に対しての捉え方イコール価値観、物事に対しての関わり方などが似ています。いわゆる価値観が合う人でしょう。もちろん価値観が合わなくても尊重し合える仲間やパートナーはいますし、合わないのであればお互いが歩み寄って解決すればいいでしょう。でも最初からある程度似通っていた方がコミュニケーションが楽なのは事実。あなたにとって相性の良い仲間でありパートナーなのは間違いありません。太陽線の類似。太陽線とは薬指下に出る縦線のことです。相性を見るときはこの線もよく見ます。というのも、太陽線が似ている方というのは社会的な成功の度合いや経済力のバランス、金銭感覚などが近しい傾向にあるからです。当然話も合いますし、一緒に過ごしていてストレスが少ない相手でしょう。爪の形の類似。手相というと手のひらに刻まれる線ばかりについ目が行ってしまいますが、爪も非常に重要な見るべきポイントです。爪の形というのは主に性格を表します。無論性格の相性は重要ですよね。これも形が似ている方の方が性格が近く、相手の気持ちもお互い分かりやすい傾向にあります。ちなみに大きな爪はプライドの高い自信家であり、縦長の爪はいわゆるセンスがある人です。ただし根気や頑張りには欠けます。横の辺の方が長いタイプの爪は現実主義者、三角形のロマンチストとはちょっと感性が合わないかもしれません。親指と薬指の爪の白点。もう少し爪の話を続けたいと思います。手相において爪に白点が出ている場合、それはしばらく幸運から遠ざかっていた方に起死回生の一打となるような幸運が訪れることを意味することは有名ですが、特に親指と薬指の爪に出たものは愛する人の出現を示しています。白点が出ている今、目の前にいる方があなたにとって相性が良い、まさに運命の人かもしれません。頑丈線の上向き視線、中指下あたり。頑丈線とは手相の基本線の一つで、その人物の心の状態や性格などを示します。この線に上向きの短い視線が出ていて、なおかつその線が中指下あたりである場合、あなたと相性の良い素敵な人物があなたの目の前に今現れていることを示します。独身の方であればその方が運命の相手かもしれません。既婚者であれば愛人になりうる人物です。それはくれぐれも自己責任で。手相では今目の前にいる人との相性まで一目で分かってしまいます。このチャンネルでは手相占い師兼ライターの私がちょっとマニアックな手相についても詳しく解説させていただいています。もしよかったら高評価ボタン、チャンネル登録、ネタのリクエストなどもお待ちしています。